おい小林、居眠りすんなよ。先生、僕は寝てません。こうやってこうやってお餅をついているんです。おでこでついた餅はでこつき餅といって、とても高い値で取引されてるんです。僕のうち貧乏だから、お正月前になると家族揃ってでこ餅をついているんです。おじいちゃんもおばあちゃんも妹も弟もお母さんなんて他の内職をしながらついてます。でもお父さんはでこ餅のつきすぎで、おでこが焼いた餅のように膨れ上がって、だからその入院費を稼ぐためにも、僕はこうやってこうやってこうやって でも先生、ちゃんと授業は聞いてますから。894年遣唐使の廃止、1159年平治の乱、1179年平の清盛がでこ餅を喉に詰まらせる。ね、覚えてるでしょ。気にはなるでしょうが、僕のことしばらくほっといてください。すいません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 。